さあ降り立ちましたよ、栄駅ということでね、ここ降車場なんですけど、まあさすが栄ですから、あちこちに乗り降り場がありますからね、そこの先は今日の方へ栄町駅ね、瀬戸で名鉄瀬戸線の栄町駅とかがあるところ、ここがねバスターミナルになっとったりしちゃってね、こんな感じで、乗ったりすることもできますよと。でその奥にあるのがオアシス21っていうような立地条件の場所です。いわゆる大通りとね、大通り挟まれているところでございますけど、さあで、これには UFJ 信託銀行さんなんかがあったりしので、いやーいいですね、バスに乗るといろいろな発見もあります。やはり上を走りますんでね、見どころもね結構ありました。さすがにね坂行きってことでね、まあ、それなりにお客さん乗ってました。これでも営業係数がねなんか103かならしくて、赤字路線ですっていうのになってましたけどね、営業係数は営業係数でね、さっとサブチャンネルの方でやろうかなと思いますけどね、あれもねちょっとねいろいろとね難点があるのはあるんですよ。大掴みするのには良かったんですけどね、あれ国鉄のねその採算を取るために作ったねやつだったんですけど、あれいろいろと不備があって、あれ通りにやったらあれなんかやっぱしうまいこといかないってことも多いわけですよね。まあそれはね、改めてどっかでサブチャンネルの方でやると思います。でこんな感じでね、まあ本当に街のど真ん中までやってこれますと。でまあここからね、地下鉄も下に来てますからね、地下鉄で行ってもいいですし、まだと言ってもいいですけど、あれなんですね、私ずっと知らんかったんですけど、ちょうどねこのね、バス通りに乗ってくると、平田町っていう字わかります？ここに出しておきますと、平田っていう字に田んぼの田でね、まさに中日の平田の平田ですよ。ね、今そこにドラゴンズでとかってふと思い出しましたけど、それで、平田。私ずっと名古屋にあるの、ほやで平田町って呼んでたんですけど、あれ正式名称、平田町らしいですね。知らんかった。今乗っとったらバスの案内が次は平田町って言ってたら、そんな町あったっけと思って見たらね、平田っていう字で平田になってましたね。へーっていう。よいしょ。あとはね、どうしてもね、風の音の対策がね、今日はなんかやってますね。まあ、ここも何かしらいつもやってるところですかね。ああ、ファールンダーファーだ。ファールン号ですね。メディア的に言うと大紀元とかやってるところですね。今日こんなところやってたんですね。まあ何せここは広い。今ね、スーッとね、通りのように映ってますけどね。ここから奥にある交差点、この先、ここまで一つの通りですからね。そう。これがね、いわゆる100メートル道路と呼ばれるあれですよね。ほんとでかい。で、あまりでかすぎて、真ん中に、通りと通りの間に、ですから中央分離帯ですよ。中央分離帯にコンビニもあれば、喫茶店もあるし、テナントだってあるわけなんです。そういう構造なんです。すごいですね。さあ、どうしようかな。歩くとちょっとあるんですけどね、こっからね、バスに乗るとね、大変なんですよ。山のあたりでね、めちゃくちゃね、詰まるんですよね。ですから結局歩いてもあまり変わらない。まあ、電車に乗ったらあれなんですけど、電車は電車でね、こっからね、境から先ってね、まあ混みますんでね、時間的にはもう、結局30分かからずに来ましたからね、上井だから。ああ、結構ありですよね。地下鉄で行った方のが早いのかもしれませんけど、時間帯合わせていけば、こっちでも全然ありだと思います。まあ、とにかくこの辺りとかはね、車が曲がってきますけど、とにかく出入りしにくいですからね、この辺りの通り。でも今日、やっぱ少ないのは少ないですけどね。普段の休日やったらこの辺りでもすごい人ですかね。まあもうちょっと中心街はね、そっちにラシックが見えますけどね、あっちの一つ横の通りの方のがまあ中心っちゃ中心の方になりますからね。よいしょ。あっち行ったらもう二回りぐらい人は多いと思いますよ。こっちも十分大通りなんですけどね。住生ビル、住友生命ですかね。本当は住友生命のマークがある。向こう渡っとこうか。これ渡るの大変なんですよ。
こっちから来たらこっちからだんだん人通りも多くなりますよね。でもう一つ先ザラとか見えますけどね、先のこっちの方に入ってくると、何これは、あ、日本家か、へえ、おーおーおお、こっから詰まっとんねん、すごいな、へえ、原付に限る、何ですか、あ、面白いですね、原付に限る、ここからここまで、これ原付用の駐車場で、これ原付用の駐車場やったんや。コインパーキングになってんの？こんなんあるんやね。で、この辺りは駐輪場で、はいはい。まあ、ウーバーイーツとかやる人とかにはね、こういうところが揃ってると、やりやすいのかな？どうなんでしょうね。ウーバーイーツの場合は、郵便局の通配ともまた違いますからね、うん、バイクでコッパやるような感じのイメージなのかな。でもまあ、私は多分あんまり向いてないだろうなと思います、ある商売は、うん、ですので、やろうというね、あれにはなりませんけどね。まあ、とにかくね、混んでる混んでる。ここはショコに肉焼くんですかね。まあ、やっぱこっちがメイン、あの、ね、通りとしては、あの広さは向こうの方が広いですけど、こっちが、ですね、さっき散々した下屋大通りの、スーパーカーよく走ってますけど、ここはよく走るんですけどね、さっきのね、私、散々ね、あっちの久屋大通りの駅前の方で、あのね、久屋大通り、久屋大通りって言って、これ、大津通りですよね、まあ、何をボケてるんでしょうね、私、本当に、何言ってんだって話なんですけどね。で、松坂屋があって。まあ、この辺り何でもありますよ。アップルショップだってあるし、なんかすっごい人。何？なんか、おお、なんすかこの3密なんてクソくらいみたいなすごい人だかりは。アップル？なんかアップルやってる。あら、これ製品全く使ってない私にはね、無縁のなんかイベントなんですがね、アンドロイド使ってますしね、挙句の果てに YouTube 投稿してますからね。あ、でも本当に私も頑張ってマスクしてますけど、よう本当にこの炎天下の中みんなマスクするよなと本当に思いますよね。私の予想ですけどね、ヨーロッパの人とかアメリカとかでね、マスク義務化するっていう噂もありますけど、あ、これサブチャンネルの方で使うかっていう噂もありますけど、あれね、どうなんだろう、アメリカとかでやるとね、多分ね、日本と違ってね、バッタバッタぶっ倒れる人出ると思いますよ。いくつかの要因が考えられるんですけどね、まあ、あの質面に間違いなく言えるのは、日本人みたいにマスクをつけることに慣れてない。で、日本人と違って高温多湿な環境ね、体内環境に慣れてないですから、日本人ってマスク外したところでね、湿度 80% とか上等の35度とか行くじゃないですか、ね、あの向こうカラッカラですからね、そういった気候にね適応してると、同じね、あの30度でもね、向こうだからそれこそ40度近くまで行くところなんかあるでしょ、そこでねマスクなんかしようもんならね、本当にただでさえマスクしないでない人がやったら、結構ね、熱中症とか危ないと思います、ね、体に熱がこもりやすいらしいですね、白人の人は、うん、さあ、そっちにパルプがフレッシュネスバーかなんか起こってあるな。ちなみにこのね、スーッと歩いてきたこの辺りがヤバッチョ、
ヤバトンなんかが有名なね、ヤバ町ですよね。まあ、あの、まさかやがるあたりがもうヤバ町というか、駅は、ヤバ町の駅は、さっきのまさかやがとかがあるあたりにあるはずですけど、こっちはこっちでなんかやってますね。ここもね、広い通り。これもね、さっき言ってましたけど、こっからね、先からね、入って、なんか真ん中でやってますね。これ中央分離帯ですからね。で、こっちからね、こんな感じで、中央分離帯と呼ぶにはあまりにも広すぎるのがあって、で、ここはなんか、結構フェスやってるんですね。すごいな。結構集まってやってますね。高校野球応援企画ね。はい。プロ、うん、あ、そんなところにテイクアウトの出したんや。まあとにかくヤバトンはね、そのヤバ町ってなってますけど、ちょっと南側の大須寄りなんですよね。そう。下手すりゃヤバ町の 駅からやったら下手、あのね、下手に、あの、乗り換えでヤバ町に行くんだったら上舞鶴降りて上がってきた方が近いですね、ヤバトンの本店は。うん、まああの名駅の地下とかにもありますね。おい、おお、ウーバーか。あれ、ウーバーイーツってね、気軽に始めれますけどね。あれどうなんでしょうね。そのまあ言っちゃうだけど、私はバイクでは配ってませんでしたけど、郵便局という仕事をやってました。で、まあ郵便局の配達ももう問題ありまくりですよ。いろいろ問題ありまくりですけど、ね、ああやって配って営業としてやるにあたってね、そのいわゆるコンプライアンス的な問題のところとかっていうのはね、ノウハウがあるわけですよ。うん、で、例えばこういうところで さっきみたいなショートカットとか、ああいうのも道路交通法違反になりますよとかね。あー、どうなんだ、ここは。ね、あの、なるところとならないところがあるんですけど、ここはね、標識がない。あ、向こう側の通りは大丈夫。向こう側の通りはこういうふうにね、標識ありますでしょ。また自転車の通行の併用が可能な、法的処理がされている歩道と、法的に自転車通っちゃダメよっていう歩道もあるわけなんですよ。うん。とかね。うん。あの、最近名古屋とかに来てね、あの、配ってる人を見るとね、そのあたりのちゃんとしたノウハウ、こういうことはしてはいけませんよ。ここは自転車で渡っていいところ、ここは原付で行っていいところ、ここは自転車で通っても、自転車で通っても一方通行で道路交通法違反になる一方通行の道とかだってあるんですよ。そういったね、ところとかね、ちゃんとノウハウとして、コンプライアンスの把握をして、それを熟知した上で、ちゃんと、そのね、ウーバーイーツってできてるのかなっていうのが謎ですよね。ましては自転車なんて免許いりませんからね。よいしょ。さあ、なんとか話しとるうちにもうオスですよ。ここも美味しいですよね、タコイチさんね。今日はどうなんだろう、どこで飲むんだろう。はあ、まあ、この辺りはもう高いですからね、値段は。さあ、まあ、お酢自体は、もうね、だしだってんなもん、何百回と言っていいでしょう、お酢はね、来てる数は。大学時代の4年間なんてね、毎日来てましたからね。最近はさすがに毎日は来れませんけどね。月1ぐらいでも来てるかね。あ、でもちょっと規制があったからね、しばらく来てませんでしたもんね。まあ特に店も変わってないでしょうけどね。さあ、とりあえず着いたよと、大須にね。ただその大須に集まれって言われたはいいけど、大須のどこに集まるかって非常に重要ですからね。今大須の端っこの上舞鶴の方ですけどね、羅針盤でいいだろうと思ってるんですけどね。どうなんでしょう。まあとりあえず連絡と出会いましょう。選んだけど快活クラブになってたんですね、ここの満喫。値段、まあまあいい値段取ってますけどね。まあでもお酢の止まらないからこんなもんか。